パニパニバニーチャンネルです。ディープレコメンド株式会社の代表として AI の自作開発しながら零細企業家やってる杉本なんですけど、今回ですね、ニューロデザイナー、新職業、ニューロデザイナー定義しますということでお話していきます。前に、ニューロエンジニアを定義しますって、なんか、一回やったんですけど、もうそれも、エンジニアリングってもう、プラスですね。デザイン設計の方も大事だなということなんで、作りました。で、もっとなぜ作ったのかっていうのを深掘りしていくんですけど、まあ AI とかニューラルネットワーク、量子ニューラルネットワーク、ブレインマシーンとか意識の科学とか、まあ、ニューロマーケティング、マーケティングとか、発達障害、精神疾患、サイケデリックっていう分野を、まあ、統合して抽象化して、一極特化して、まあ、何でも屋さんではなくて、できる限り専門性を提示したかったからですね。まあ、一つにまとめるっていう、まあ、全部を一つにまとめて設計者になるよっていうのが、やりたかったことなんですよ。まあ、で、以前このような理由で、まあ、ニューロエンジニア名乗ったんですけど、AI によってもエンジニアリング、プログラミングがですね、まああくまで、まあものづくりとかではなくてですね、ウェブだったり、機械学習だったりの方で、エンジニアリングが簡単になってしまったので、より企画、設計、マーケティングの方に力を注ごうということで、デザインはまあ見た目だけの美しさだけだと勘違いされますけど、設計とか機能とか、俯瞰した視点も、っていう意味も含んでるんですね。だから、ニューロデザイナーを作りました。すでに存在する、まあ、二番煎じの場合もニューロデザイナーを名乗ろうと思います。で、もちろん必要な場合は、エンジニアリングしますよ。でもなんか、肩書きとして、ニューロデザイナーっていいかなっていう、感じですね。はい。で、ニューロ、そんな適当でいいんかっていう。まあ、いいでしょう。はい、ニューロデザインという言葉はもともとあります。突版印刷によると、ニューロデザインは人の潜在意識の、生体信号、技術的な、ものですね、可視化して、データ化して、様々な観点から評価をもとに科学的なクリエイティブ制作を実現する独自デザイン開発手法のことであります。突版印刷が定義しているのはこうなんですけど、僕はですね、勝手にですね、具体的すぎて、まあ、縛られるのも嫌なので、まあ、脳に関する分野の企画設計を行う一つとして、とりあえず定義します。はい、今回ニューロデザイナー定義しますというお話でした。以上です。ありがとうございました。